私どもはゲノム科学の専門とか、うん、そういう方からするとですね、私たちが言わなくちゃなんないのは、うん、現実はこうだっていうことを考えて結果に手心を加えるっていうことじゃないんですよ。専門家はですね、どんなに大変でも本質を正確に言う、うん、それでね、日本の国民ってそんなにバカじゃないです、うん、僕見てて真面目です、しっかり考えてくれてます、うん、だから本当のことを言って、やっぱり専門家が本質論をやる、うん、それで初めて専門家が信頼されるし、うん、事態が回避される、うん、それでその危険を知れば、その危険を回避するのに、今セシウムの除去にどの程度かかっても頑張ってみんなでやろうとか、うん、食品の検査がどんなに大変でもみんなでやろうっていうふうになっていくと、なっていくと。だからまず専門家の責任っていうのは、多分我々医学の専門家は健康被害の問題がきちっとこういう可能性があるっていうのを言わないと、最初からこれ言ったらこっちがダメだろうっていう折り合いをつけたら、こっちは政治家です、うん、だから津波でもそれは散々出てて、石巻で専門家の人が本当に胸を詰まらせてたのは、自分の作った防災のところが津波で死んじゃうんですよ、うん、ところがですね、自分たちのやった津波が来たら逃げろ、周りを見て助け合って、とにかく高いところへ逃げろってやられた子どもたちは生き延びたっていうことに、その防災の専門家はすごい喜びを、本当の役割を、だから専門家っていうのはやっぱりそうなんだと、本当に危険なことがあったら国民にこれは本当に危険だから、苦労があっても何でもやっていこうっていうのが、それでみんなが専門家に聞きたいのは、何も政治家みたいに折り合いつけることじゃなくて、専門家は危険を危険だと、はっきり言うと。だから今までの原子力学会や原子力政策の全ての失敗は、専門家が専門家の矜持を捨てた、国民に本当のことを言う前に政治家になっちゃった、経済人になっちゃった、これの反省なくしては我々東京大学も再生はありえないし、うん、日本の科学者の再生がありえないと思っています、うんうん、そんな彼女が語っていたアドバイザーの講演会、20ミリシーベルトの基準で本当に子どもたちの安全は守れるのか、改めて彼の意見を聞いた。今20ミリはその一つの過渡的なレベルだというふうに考えた方がいい。分からないという見方を変えると安全だということも言い切れない。もちろんもちろんもちろん、うん、はい、だからこのグレーゾーンでどこで線引きをするかということが今議論されていると思います、うん、今福島に住んでいる方はその値を、まあ、耐えてくださいということ。もし耐えなかったら逃げなくちゃいけないですね。避難どこにさせますか、あなたはということを、はい、子どもたちの安全を保障するという発言を聞くことはできなかった。ご本人の希望に見ると。